安定にしたら木が直るで、ちょんちょんで刻まないで開けたいな。はい。で、開きました。ちょん。流して、安定になる。あ、そうです。で、安定に入る。では、良きところで。それが正解不正解っていうのはちょっとわかんないけども、やはりそういう意味では僕もそうでしたけど、やはり二十歳とかもっと10代の頃にいっぱい創作を見せた頃なんていうのは、本当に何が正しいかわからない状態で、手探りの状態でやってて、本当に二十歳の時に初めて振り付けをさせてもらった時もわかんなかったけども、まあそういう意味ではみんなも今の変えられないの力の中で一生懸命いろんなことを考えていると思っております、うん。そうですね、やはり自分たちの今までやっぱり自分も先輩の年上の人たちとしかやったことがなかったものですから、ある意味今回初めてね、自分たちと同世代より下の人たちと一緒にこうものを作っていくという作業を私も初めて経験してるし、逆を言ったら今度一緒に出てくれるような人たちも、まあ、いつも自分たちが若手だったから、うん、さらに自分たちの若手の人が出てきて何かをやって、自分たちが指導に回るという立場になるということは、まあ、あんまりこう流派の中では、ね、そういうことを考えてなかったかもしれないし、でもそういう意味では、やっぱり彼女たちがやっぱり今まで教わってきたものを、ね、そのまま次の人に伝えてもらわないといけないこともあるし、もちろん私もそうですけれども、みんなそれぞれ、自分の先生たちとか、またもううちの母祖父小野の先生たちに教わったことはいっぱいあると思うし、もちろんお芝居の方たちから教わったこともいっぱいあると思うし、そういうことを惜しげなくやっぱりみんなに伝えてもらって、やっぱり皆さんもそれをどんどん吸収してもらうことがやっぱ一番大事なことだし、まあ、それができるできないってことじゃなくて、やっぱり多分できないと思います、最初だからね、できないのは当たり前なんだけども、うん、それでもやはりこうそんなことがあったなってことを忘れないでやっぱりやってもらうことがこれから先大事だと思っております。そう、僕もうちの母親の貢献をずっと、僕は中学生ぐらいの時から、玉鋼作業をやったり汽船をやったり、いろんなものをさせてもらったこともありますし、代わりその時は本番は違う人がなさってもね、やっぱり稽古の時大事の方がいらっしゃらなかったら、僕たちがやっぱり代役で引き抜きをしたりとかってことも、うちの母親の引き抜きなんかをしたこともありますし、まあそういう意味では二十歳襲名するぐらいまでがね、やっぱり一番いろんなことをやってましたし、うちの祖父なんかがいた頃もやはり今の僕が多分今の自分の子供ぐらいの時には、やはりいろんな光景みたいなことをさせてもらったり、お稽古場でもそういうことを覚えさせてもらったということがありますから、まあ、そういう意味ではね、やっぱ今からやっとくというのは全然悪いことではないし、逆にやった方がいいんじゃないかなと思いますし、光景ってとても大事なんですね、やっぱりその見た目も大事だし、ちゃんと座ってるとかなんとかって、もちろん本人もそうだけども、まあ自分の子供だと自然と聞いたというちょっと引き目もありつつやらせてみました。っていうか、やはりこれからね、このコロナ禍において、やはりこう人が集まらないようにするとか、いうことを考えてね、やっぱりやっていくことを優先していくと、やはりこう、どうしても演奏者というものが削られてしまうことが多いのではないかと、ふと、
コロナになった時に思ったんですね。思った時にやはりじゃあとりあえず自分がその時作ったものは残してるんだったら残してみようということで、全部録音してそれがまあ、音源として残ってそれで踊れるように自分が弾いてやるってことを考えて、これはこれからもちろん東大寺の時もそうでしたし、今度のその声もそうですけど、もちろんさ生でやるのが一番いいんだけれども、もちろん生でやれるような状況下の時は生でやればいいし、そうでない時はやはり音源を使ってやるということは多分この先今まで以上に増えてくることなのではないかなと思っておりますし、まあ逆を言ったら僕がずっとやってもらったシスティナ歌舞伎とか超歌舞伎ってものはほぼ音源ですからね。そういうふうに音源でやっぱり歌舞伎公演もやってきて、自分もそれに参加していいものを作ってきたと自分では思っているので、やはり音源だからどうだってことはなくて、やはり音源でも同じぐらいのクオリティを見せるものをちょっと考えていければ良いのではないかなってことは考えておりますし、まあ僕ももっともっとこうある意味それも残すことが一つだと思うので、で自分が弾くとやっぱ速くなるんですね。やっぱ演奏として面白いノリで弾いてるとどうしても楽しくなっちゃうんで、速くなって踊りになってことと間に合わないみたいなことがあったりとかするんだけども、まあそれはそれでやっぱり曲としてきちんと弾ければ一番いいと思うし、まあ変な話、僕が弾いてるってことがお客様に分かればね、ただのなんか市販されてる音源を使ってるわけじゃなくて、あ、自分で録音して自分でやってるんだっていうことが、まあ、一つの意義があるのではないかなと思っております。事前に他のものあるものをこういろんなものをかき集めて一つの作品にしたんですね。まあ言っても僕がやっぱ録音し始めて約10年、本当にこうスタジオ録音ってものに参加するようになって約10年経つんですね。やっぱ10年経ったとか10年分の私の財産がやっぱあるわけですよね。もちろん変な話、みんなで笑い話になったんだけども、別に演奏者頼まなくても芝居一本できるぐらいの、もう一本どころじゃない、一本二本できるぐらいのそのなんていうんですかね、黒ミスの音楽にしてもそうですし、いろんな音がやっぱ出来上がったんですよね。だからやっぱそういうものをうまいこと使って新しいものを作るっていうのもこれから一つのやり方なのではないかなと思ってやってます。もちろん私、今までいろんな公演やっておりますけども、こういうふうに配信の公演は初めてでございます。配信の公演をするってことはすごく、まあ今の状況でしかできないことだと思ってますし、まあ逆に言うとこれからまたそういうことがどん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 増えていくこと、やはり 今先取りということはちょっとあれだけども、やはり今の時代に乗って何かができれば一番いいと思ってますし、まあ、それに、まあ、私一人で乗ってもしょうがないので、やはり流派というものが、やっぱり宗家藤間流というものが、やはりそういうものに、ある意味時代に乗って、さらに、先にこう発展していくことも考えております。ですので今回は、もちろん他流の方の力も借りながら、テープといえども、やはり生の演奏者の方の力も借りながら、皆様のお力を借りまして、新しい形の公演をやっております、やりますので、ぜひ見に来ていただいたり、また配信で見ていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。